俺たちに明日はないは、1967年制作のアメリカ映画。世界恐慌時代の実在の銀行強盗である、ボーニーとクライドの出会いと闘争を描いた犯罪映画。アメリカニューシネマの先駆的作品の一つであり、画期的な映画とみなされている。映画における多くのタブーを破ったことで、カウンターカルチャーを支持する人々には、ラリーの叫びとみなされた。 この成功により他の映画制作者は自分の映画でセックスと暴力を表現することにオープンになった。映画のエンディングは映画史上最も血なまぐさい死のシーンの一つとして象徴化された。本作はアカデミー助演女優賞と最優秀撮影賞を受賞した。1992年には文化的、歴史的、美術に重要として アメリカ国立フィルム登録簿に選ばれた。クライド・バローは刑務所を出所してきたばかりのならず者。平凡な生活に退屈していたウェイトレスのボニーはクライドに興味を持ち、クライドが彼女の面前で食料を品店の強盗を働くことでさらに刺激される。二人は車を盗み、街から街へと銀行強盗を繰り返すようになる。やがて頭の鈍いガソリンステーションの店員。 CW モスが車の整備係として仲間入りする。さらに、クライドのアニバックと彼の妻ブランチも一行に加わり、ボーニーとクライドの強盗団はバローズ・ギャングとして新聞で大々的に報道されるようになる。貧しい銀行の客からは金を奪わないそのスタイルは世界強行時代のロビンフットとしてもてはやされた。強盗団は捜査の網をかいくぐり逃走を続けていた。 ある日、彼らは、テキサスレンジャーの一人ヘーマーを捕らえ、彼を恥ずかしめた後手錠をかけて、池に漂流させる。一仕事を終えた後に、空き家でくつろいでいた、高等団は、テキサスレンジャーたちに襲撃された。バックとブランチは逮捕され、ボニーとクライドも、銃弾を受けるが、辛くも CW と共に逃走する。 隠れ家を求めてボニーとクライドは強盗団の中で唯一身元が判明していない CW の父親であるアイワンモスの農場を訪ねる一行はそこで傷が癒えるまで潜伏することになったアイワンの農場で束の間の安息を楽しむボニーとクライド二人はここで初めて情を交わす一方その頃警察に交流中のブランチは復讐に燃えるヘイマーに 言葉巧みに誘導尋問され、CW の本名を喋ってしまう。また、ボニーとクライドをかくまう相番も内心は二人のことを、心よく思わず、子供可愛さに警察と、司法取引を交わす。怪我から回復した後、買い物をするため隠れ家から出てきたボニーとクライドは、待ち伏せしていた、ヘイマーたちの一斉射撃を浴びて絶命するのだった。2016年3月22日に、 ワウワウでカット部分を追加録音したものが放送。出演者の大半が個人だった個格声優の部分は別の声優が代役を務めている。なお当初はバック役の大平徹のみ斉藤版が予定されていたものの太平の体調不良で実現が叶なわなかった。1960年代にエスクアイアで編集者をしていたデビッド・ニューマンとロバート・ベントンが ボーニーとクライドを扱った本に感銘を受けたのが映画制作の始まりである。ニューマンとベントンは共同でボーニーとクライドを主役にした映画の脚本を執筆。二人が書き上げた脚本を読んで心を動かされた映画俳優のウォーレン・ベイティが脚本の映画化を決意した。映画化にあたり、ベイティは作品のプロデューサーを担当することになった。映画のプロデューサーになったベイティは 当初、ヌーベルバーグの騎士として知られていたフランソワ・トリュフォーを監督候補に考えていた。トリュフォーもこの企画に対して深く興味を示したが、撮影が始まる際に長年の念願だった歌詞451の制作が決まり、彼はそちらを監督するためにプロジェクトから離脱した。次に映画制作者たちは新たな監督候補としてジャン・リュック・ゴダールに接近したが、 結局これも合意には至らなかった。最終的にアーサーペンが監督を担当することで映画の撮影が開始された。また当初ベーティはプロデューサーに専念する予定で主役の一人であるクライド・バロー役はボブ・ディランが史実のクライドに面影や雰囲気が似ていることからベーティは彼にオファーした。しかしディランは出演を承諾することはなく納得できるキャストが見つからず ベーキ自身が結果的に演じることになった。映画は1967年8月4日にモントリオール映画祭で先行上映された後、同年8月13日に全米公開された。ワーナーブラザースは最初この映画を B 級映画としか考えておらず、ドライブインシアター用の映画としてか、もしくは少数の映画館で限定上映しようとしていた。しかし公開されるや、 いなや、その斬新な内容が、批評家たちに絶賛され、また映画に共感した若者たちが、次々と上映館に集まり出した。これが良い宣伝になり、映画の上映規模は大幅に拡大、最終的に大規模なヒット作になった。ワーナーブラザースはこの映画の成功をほとんど予測していなかったので、ベーティに、 プロデューサーとしての最低賃金を払う代わりに映画の利益の40%を支払うという前代未聞の条件を提示していた。結局この映画は5000万ドル以上を売り上げ、ベーティも一財産を築くことになった。俺たちに明日はないはアメリカニューシネマの先駆けとしてアメリカ映画史上特別な地位を占める作品である。悲惨な最後を遂げる犯罪者を主役に据えたこと。 銃に撃たれた人間が死ぬ姿をカット処理なしで撮影したこと、オーラルセックスやインポテンツを示唆するシーンを含めたことは1960年代当時としては衝撃的なものだった。特に映画のラストシーンで87発の銃弾を浴びて説明するボニーとクライドの姿は当時の若者の反響や後続の映画制作者に大きな影響を与えた。本作は映画公開後も その反体制的な内容や、暴力性、犯罪者がヒーローであるストーリーから、保守的な評論家からの非難にさらされた。特に当時、ニューヨークタイムズの批評家だったボズレー・クラウザーの批判は過激で、映画を酷評するレビューを3回も掲載したという。しかし、ザ・ニューヨーカーの批評家、ポーリン・ケールや、当時駆け出しの映画評論家だった、ロジャー・イーバートが映画を賞賛したことで、 風向きが変わり、結果1960年代のアメリカ映画を代表する傑作として認知されるようになった。数ヶ月後に、クラウザーはニューヨークタイムズの批評家を更迭されたが、一説には、この時、俺たちに明日はないを告評したことが辞任に繋がったとも言われている。俺たちは明日はないは1992年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 1998年にアメリカンフィルムインスティチュートがアメリカ映画の名セリフベスト100中第41位に選出された。1967年度のアカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされた。そのうちエステル・パーソンズが助演女優賞をバーネット・ガフィが撮影賞をそれぞれ受賞した。映画でボニーを演じたフェイ・ダナウェイは一躍知名度を高め。 マイケル・ J ・ポラードと共に英国アカデミー賞の新人賞を受賞した。また、日本では1968年度のキネマ、巡方外国映画ベスト10第1位に選出された。ありがとうございます。